こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロス PS やっていきましょう。なんかね、いろいろ来ましたね。このタイミングで TS 第5弾が来ました。ということは今年も PS は6弾構成みたいですね。まあ、ほぼほぼ確実に次のね、最強決定戦に絡めて第6弾が来るのではというところなんですが、第5弾は確定が、自チーム確定があるんですけど、ちょっと今回はスルーしようかなと思います。やっぱセレクションを引くためにね、3弾はスルーしてない、4弾はねスルーしたんで、まあ5弾もちょっとスルーしようかなと思います。でもね、ちょっとね、そろそろ決めなきゃいけないあれがあるんで、今日はそのあれ、同時チャレンジやっていこうかなと思います。シンクロスカウトとか来てましたね。私これあれだ、前 PJ さんをね頑張って追い求めて引いたやつですね。はい、やっていきましょう。覇王の順位はちょっと上がってきましたね。なんか上がったり下がったりなんだけど、藤川さん入れてからいい感じでございます。ということで今日は4発かな、称号やっていきます。結構マジなやつ、マジなやつです。もういい加減決めなきゃやばいんですよね。はい、ということで、まあ、重要度順に行きます。田村選手、ね、ミパドッチがもう一人欲しいんです。3200の鈴木誠也選手の代わりを探してます。一番いいのは田村選手で決めることですね。はい、田村選手でダメだったら鈴木大地選手のこの勝利の使者を解いて、もう一回ね、何回チャレンジしたか分かんないですけど鈴木大地選手につける、まあ、つかなかったら勝利の使者のままっていう感じです。それでもダメだったら古田さんじゃないです。古田さんはどっちだってんだけどね、浅村さん。はい、浅村さん、これは圧倒的なミート力がついてるのか。はい、まあここまでもちょっときついですけどね。はい、この3人の今日はねチャレンジでやっていきます。ただね、ただこの3人だけだとちょっと息が詰まりすぎてしまうということで、最初にねカツオさんからいきたいと思います。カツオさんに死者とかついたら最高なんですけどね。はい、カツオさんにもつけます。この4人ですかね。はい、ということで、石川選手、田村選手、鈴木大地選手、浅村選手の順番で今日はやっていきたいと思います。なんかやたら古田さんタップしちゃう。はい、ということでじゃあもうやっていきましょう。はい、ということでじゃあまずはカツオさんから。カツオさんね、もう何でもいいんですけど、スタミナが上がるとスタミナが B なんですかね、まあ何でもいいです。はい、よし、まだ今称号ついてない状態なのでつけていきたいと思います。極意書なしです。もう最近ね、極意書なしがねマジ良くてめちゃくちゃ良いので、これ優勝号がいけるかもしれないですね。91万はい、まあまあ OK です。 K が1上がりました。はい、ということでこっからもう真剣タイムですね。はい、加藤さんありがとうございました。次行きましょう。とりあえずね、ついてほしい順でやろうかなと思います。今日はね、いつもだんだん重くなっていくんですけど、今日もまず一番の本命からいきましょう。田村選手からいきます。前ね、全同値だった時は良かったな。60、62、61難しいんですけど、まあまあまあミートが2以上上がるやつがいいかな。ここら辺アンダ製造機とか最高ですよね。で、まあこのパワーも上がっちゃ意味ないんで、パワーが上がらないでミートが2上がるみたいな感じの勝負がいいんですかね。ここら辺ですかね。電光石火、アンダ製造機、高級筆だじゃダメだな。難しいですね。ミート型になったら、いやでもな、ミート型かって感じですね。超人、圧倒的なミート力って感じですかね。あ、じゃあちょっとあれか、星が高い方がいいのか。いやー、まあもう、どうしよう。ちょっと、得意じゃないんですけど、星1はないんですよね。欲しい称号が星1で決まる称号が なかったと思うんで、これでちょっともう極意書使っちゃいます。あんまり称号私つけないんでね。はい、ということでじゃあやっちゃいましょう。あ、残りの3人にも取っときたいけど、まあまあまあいいでしょう。やっちゃいましょう。いきましょう。田村選手いきます。よしよし、まあ星1がついたとてって感じ。他の2人はね、星1でもねチャンスあるんですよ。さあどうだ。なあ、違う、稲妻かー。稲妻じゃないですね。稲妻じゃないですね。まあ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 、はい、これはまあ星さんの称号ということで、ついてないより全然いいので、ミート型になったらちょっと考えちゃってたかなってとこあるんですけど、まあこれは
了解です。はい、お疲れ様でした。次、どうしよう。次はじゃあ、鈴木大地選手ですね。もうすでに勝利の使者がついている状態なので、なかなかねこれを上回る称号って難しいですけど、まあ、ミートパワーの差の3を埋めたいので、大砲だけですね。大砲狙いが一番いいかな。大砲か怪力無双だけなんでね。大砲か怪力無双だけなんで、大砲狙いでいきましょう。もう極意書見ての通りの状態だったんで、じゃあなしでいきます。極意書なしでいきましょう。いきまーす。やばい、なんか今日もちょっと先行きが怪しくなってきたぞ。そろそろ決めたい。それじゃあ、なんだー、もう違うよ。なんでこうさ、ついてほしい称号が他の人につくんですかね。この現象何なんですかね。君じゃないって人につくんだよな。なんでなんだろうか。死者だな。いい称号ですけど、スピリッツが上がる方がありがたいのでこのままにします。なんで、不思議ですね。不思議不思議。はい、あっという間にラストでございます。じゃあ浅村選手に行きましょう。これミートがもうすでに2上がっている状態なので、ミートが3、ミートとパワーの差の3を埋めたいので、鈴木大地選手とは逆なんですよね。なので打撃職人かな、職人か高級筆だ、この2つですね。うわー、きつい。まあこれも、まあ、もう極意書すっかすかなんで、なしで、ノーベンでね、お勉強せずに行ってもらいましょう。よし、大丈夫かこれ。行きましょう、大丈夫、行きましょう。なんでこんなに称号ってきついんだ、称号大変だ、来てくれ。もう嘘、来た、やりましたね。ちょっと最後もう今日無理かって思ってやってたんですけど、やっと来た。これスピリッツ100上がるのかな。この浅村選手ベスト9なんで、スピリッツ3300なんですよ。なんでこうちょっと更新できる。やっとやっと1年間、約1年間、去年のセレクションから使い続けた鈴木誠也選手の、はい、こっちで、やっと来た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 。うわ、よかったよかったよかった。あれ、ちょっと見て、これっす、これっす。この方が変わりますね。こうじゃ、やったー。81260-9341からの、こうして、あ、大丈夫そう、いけそうですね。そっか、守備がちょっと下がるのか、浅村選手だと。まあ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 、サイゼリア。結構スピ上がりましたね。まあ、ちょっと若干コンボ下がりますけど、多分守備のあれだろうな。まあまあまあ、これでいいんじゃないか、これでいこうかな。いいんじゃないですか。そうそうそう、ここがね、山田選手の方が守備はね、いいのでね。まあ、特に特殊とかやってないんで、普通に B なんですけど、浅村さん特殊してもいいか。浅村さん特殊チャレンジ今度やります。私特殊まだつけたことなくて、打順でもまあこれでいいかな。あ、いいんじゃないですか。結構スピ上がりましたね。よし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 、保存しちゃう。フレンドさんには即バレるやつですねこれ。はい、ということで、いやー、よかった、やっと決まった。できればね、3400の人にね、こういう人たちにつけたかったんですけど、どっち欲しかったんですけど、取り急ぎ3200を出した。これで3200の選手がいなくなりましたね。うん。脳は大きいですね。うん。あ、いた。いなくなってませんでした。いました。はい。まあ、いますけど、まあ、いい。坂本選手はもういいよ。また、選択契約書になっちゃうかな。自然に来てほしいんですけどね、できればね、うん、はい、よしよしよし、これだいぶいい感じなんじゃないでしょうかね。これだとはセレクションかな、第2弾ダルビッシュセレクションが楽しみですね。ダルビッシュセレクションでどう弾けるか、どのぐらい弾けるか、あとはパリーグがどうなるかっていうところもあるんですけど、はい、
こら辺ですかね。はい、あとちょっと一つお知らせってほどじゃないんですけど、ね、結構セイジさん、セイジゲームさんの視聴者さんが結構私のことも見てくださってるみたいで、セイジさん最近全然更新ないんですけど、大丈夫なんですかとか、セイジさんと連絡取ってますかみたいなことめちゃめちゃ聞かれます最近そう、セイジさんのことが心配ですっていう連絡めちゃめちゃいただいてて、はい、なんで、あ、ちなみにこれカーピさんからもいただいたんですけど、なんでね、ちょっと私からセイジさんにも連絡は入れてみました。まだちょっとお返事はいただいてないんですけど、まあ、またなんかありましたらお知らせしますので、ほんとね、セイジさんみんなに愛されてるんだなって思ったんですけど、残念ながら私ね、セイジさんと一緒に住んでるとかそういうの全然ないんでちょっとね、近況は全然わかんないんですけど、まあ何かあったら、何かお知らせできることがあったらお知らせしたいと思います。でも散々ね、やっぱコラボもさせてもらいましたしね、まあ、各有私もめっちゃサボり気味なんですけど、まあ、プラスピースはね楽しみながらやっていきたいなと思っております。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺でおしまいにします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ、おつくみ。